おっさんずラブみたいで、よくない？そうなん。うん。さあ、始まりました。少量チャンネルの翔太です。今回は皆さん、スーツ姿って燃えませんか？僕の旦那さんのりょうさんはですね、普段仕事に行くときは私服で行ってて、会議とかあるときはスーツなんですけども、なんと今日はスーツを着てるんです。で、僕スーツ姿の子めっちゃ好きで、なので今回はスーツ姿の彼を迎え入れる動画です。はい、というわけで多分もうすぐ帰ってくると思うので、ちょっと待ちたいと思います。あ、もうすぐ着くよって。よし、じゃあちょっと待ってみようと思います。終了。ただいまー。おかえりー。疲れた。なんでカメラ撮ってんの？出たな。なんでなんで。スーツマン。スーツマンもう疲れたー。疲れた。久々にさ、うん、もうスーツとか着るとさ、あ、そうだよね、もう暑いし。はいはいはい。ちょっとさ、うん、回ってみてよ。え？はいはいはい。はいはいはい。どう？いいじゃん、いいじゃん。お腹大丈夫？お腹大丈夫。似合うかな？うん、似合うと思う。本当？うん。ちょっと翔ちゃんにやってもらいたいシチュエーションがあるんだけどさ。うん。ちょっと後ろから抱きついて。うん、いいよ。なんか、うん。おっさんずラブみたいで。サラリーマンと学生のいけない恋みたいな。ひょうにょ。さ、というわけで、はい、今回なぜ撮ったかというと、なんでスーツ姿が好きな人に向けての動画です。大丈夫かな？需要ある？需要大丈夫かな？こうやって、こうやって、こうやって、うん、あ、これ、あ、そうそう、そこそこ、それそれ。いや、確かにね、これかっこいいね。ああ、うん、そう、ああってね。そう、いや、苦しかった。苦しい。いいよね、スーツ似合う人、うん、俺似合わないからさ。そう？多分翔太も似合いそうな気がするけど、うん、いやー、そんなことないと思う。多分どうです。俺もね、スーツ姿は好き。あー、ほんと、うん、どうですか、うちの。どうですか。はい。はい、ほら、絶対かっこいいよ、これ。ほんと？うん、俺は、うん、ネクタイつけた方が好きかな。あ、ネクタイやりの方が、うん、取っちゃった。もう一回つける？ん？もう一回ネクタイつける？うん、苦しいっしょ。うん。というわけでですね、今回の動画が面白いと思っていただければ、チャンネル登録と高評価のボタンお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。